皆さんお疲れ様です。かごりこ遠藤です。さあ今回なんですけども、私は鳥取県は三朝町に来ております。三の朝と書いて三朝と読みますけども、三朝町、なぜ僕がこの三朝町に来ているのかと言いますと、私この度鳥取県三朝町の観光大使に選ばれました。ありがとうございます。ただいまから、三朝温泉観光大使任命式を行います。本堂仕事から三朝温泉観光大使としています。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。魅力ながら頑張りたいと思います。ありがとうございます。というわけで、まあ、いろんな縁がありまして三朝町との関係ができたんですけども、まあ、三朝町といえばやはり、まあ、国宝水徳山あるんですけどね、ここに来たからにはこの水徳山を登ってみようじゃないかということで、ただ国宝なんですけど日本で一番険しい国宝と言われている場所でございます。というわけで、あのここは一人だけでは登れないということで、まあ、最低でも二人からじゃないと登れないということで、今回一緒に登ってくれるのが、すいません、マリーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、マリーさんは、フランスの方なんですよね。はい。フランスから、もう、まあ、こちらの方に来られて。そうです。もう、6年。6年。はい。いわゆる仕事は、この三朝町のことをいろいろ案内する。はい、そうですね。っていうことですよね。日本で一番険しい国宝って聞いてるんですけど、はい、普通にこう石段もあって、まあ、多少の階段はあるかなっていう感じなんですけど、はい、まあ登りやすいんじゃないかなと思うんですけど。そう思いますよね。はい、もうちょっと難しいかなと思います。マジで、はい、先ほどからこうちらほらいろんな方とお会いするんですけど、皆さんに頑張ってくださいねって言われるから、そんな大層なのかなと思うんですけど、じゃあでもさ早速行きましょうか。いや、こんな格好じゃダメです。どういうこと？ちょっと着替えてきましょう。着替えなあかんの？え、この格好じゃダメなんですか？そうですね。この格好だとちょっと登りづらいかなと思います。マジで？はい。でも別に石段、ダン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 っていう感じなんじゃないんでしょうかね。うん、ここはまだ登山が始まってないところです。まだ始まってない。はい、こっから登山。そうです。はい。わかりました。じゃあちょっと着替えて。行きましょう。行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ココリコ遠藤の変な形。さあマリーちゃん、はい、着替えましたけど大丈夫ですか？これなんでこんな格好してるんですか？これ今から修行に行きます。修行、はい、なので修行の服でございます。ちょっと待ってな、これさ YouTube やで、これほんまのテレビのロケみたいな感じになってきましたけどこれ YouTube ですからね、これ、はい、面白いじゃないですか。そんなにこうなんかこう力入れなくてもいいんですよ。もうなんかこう柔らかく軽いノリでいいんですけど、はい、ここに来たらもうやっぱ修行の身になってこの格好で登るのがまあ一番いいってことですもんね。はい、本気で、本気で、ね、上がります。オッケーオッケー、本気で上がります。僕も50歳になってやっぱりまだまだ修行が足りないということで、ちょっと今回また50歳から新たにですね、はい、ちょっと修行ビシッとこの水徳山で行していきたいと思います。今から安全を祈って、はい、お参りをして、これからまだ上にもあります？あります。あります。ある？両替できたりします？あ、お札でも結構です。そうやね。ちなみに何箇所あります？建物は9つあります。え、ってことはお札にしたら最低でも9000円だ。9000円はちょっと痛いな。9万円でも結構です。いやいや、9万円なんてもっと痛いから。じゃあ買おうか。わらじどうですか？売ってます。売ってます。なんぼ？なんぼですか？900円です。900円です。ほんなら別に1000円出したら100円で帰ってこいねん。無事下段できますように、よろしくお願いします。これ YouTube やね、これね。こんなん言います？軍手とか。あ、まあ、いや、行者なので大丈夫です。
軍隊一般の方ではないので、もう修行僧ですから。ちょっと待って、俺今回もう完全に俺も修行で来てるってこと。では履物がこちらに。ちょっと待ってな。え、靴もあかんの？靴もあかんの？こんな感じにならなあかんの？裸足で？はい、安全帯。嘘やん。これ絶対滑りませんから。いや、こっちの方が滑らないですよ。私はこれで行きますけど。ねえ。いや、マリーちゃんなんでそれで行くの？あの、寒いです。いや、俺も。まあ、俺も修行というかね、はい、この三朝町の良さをね、ちょっともう自ら体験させていただいて。ここちなみに何年前からあるんですか？1300年。西暦706年が開館。うわぁ、1300年の歴史。一丁履いてもらって、はい。いや、これちょっと待って。いきなり黄金伝説じゃないですよね、昔も。違いますよね。素足が一番安全なんですけども、はい、間がですね、捨てて、腕、はい、が不安っていう場合は、軍足もありますんで。あ、まあ、一応じゃあ軍足買っとくわ、俺。ごめん、リアルな話しますわ。明日僕、ゴルフ出んだよ。それはちょっと剥がしていただいてね。自腹で買っていただきましたんで。自腹で買いましたね。マリーちゃん、俺ちょっと話と違うわ。はいはい、自然に一番近いのがいいです。いや、まあまあそうですよね。もうマリちゃんも何回も来てるでしょ。もう20回ぐらい登ってます。うわ、でもこういう、まあ、か弱い女性でも登れる、険しいといえども一応、優しい、みんな登れるっていう、そうですね、三朝町の人はもう小学校の時に必ずみんな来てっていうね、はいはい、場所ですもんね、ここね。そうです、それこそね、野球もやっておられたわけですから。そうです、そうです、ね、もう全然大丈夫だと思う。いやいや、もう50やよ。そんなもん、はい、これですね、はい、あの座ってもらって、はい、かかとから鼻を通して、あ、はい、甲で結ぶ、はい、とわらぞおりが、わらじ、簡わらじになりますので、はい、思い出したんですよ、あれね、3年前にここね、僕テレビのロケで来てるんですよ。でその時これやる予定やったんですけどね、あの時ですね、雨降ってて結構な大雨で入り口だけ入って、でもやめたんですよね。そうです、危ないもんね。うん、やっぱでも縁があるんですね。やっぱまたこういうことになるんですね、これね。僕の人生の中でもそう、これはもう避けて通れませんよっていう道なんですよ、これは。じゃあ行ってきます。はい、じゃあ順番気をつけて。はい、ありがとうございます。行ってきます。これからすることというのはここに書いてあります。はい、六根を清める。はい、で六根って何かといったら、元、うん、二、美、舌、心、意という目、うん、耳、うん、鼻、舌、体。うん、いわゆる五感プラス心が六個なんです。はいはい、言うたら一般生活をしていると見たくもないものを見てしまって、はいはいはい、聞きたくもないものを聞かないといけないし、はいはい、言わなくてもいいことをついついてしまう。いや本当にね、 YouTube がやってるとね、見たくもないコメントとかあるんですよ。そうですね、そういった汚れた六根を清めることをするんですよ、はい、あ、この大自然、綺麗なところに入って美しいものを見たり、うん、それから鳥の声や虫の声や木の残りだったり美しいものを聞いたり、うん、草木や土の匂いを嗅いだり、うん、天然物を触ったり、うん、山というものに集中をしていかないと怪我をしません、山というのは。はいはいはい、一つのことに集中するというのは善です、はい、つまり山の中に入って戻ることによって六根を清めるんですよという修行をするということが書いてあります。なるほど、はい、そういうつもりで登っていただければ。わかりました、思います。でも降りてきたらもう本当にもう別の遠藤昭が生まれるんですね、うん、はいはい、一応これをしていただいて皆さんも山で修行される、はい、行者さんだということで。はい、わかりました。では十分お気をつけてください、はい、今から修行していきます。はい、お気をつけていってきます。よろしくお願いします。こっから神の世界。はい、じゃあ失礼します。いらっしゃいませ。こっからも登山のスタートですね。はい、ロッコン正常、ロッコン症状、症状か、もう間違えてるやん。ロッコン症状ね。奥さん以外のさ、そういうあ、もうおしゃべりができないですよね。お前な、ちょっとこれすごいな。いきなりこんなとこ行くの？いきなり。ちょっと待って。うわ、これきついぞ。もう本当にね、俺みたいなダメ人間はね、もう本当いらんことばっかり考えてるから、下山したらもう全く違う、うん、新しい遠藤昭蔵になってるってことでしょ、うん、そうですね、生まれ変わります。どうする、でもこれ降りてすぐ俺フードを連絡したらどうする？内緒にしときます。そうやな、パワースポットの山登らせていただいて、でもまだちょっと俺足りてないね、まだそんな言葉が出てるっていうことが邪念というか、うん、いらんこと考えてるね。あ、じゃあこれから最初の難しいところ行きましょうか、うん、え、なになになに、これ道なんですか？これ道です。嘘でしょ、こっちじゃなくてこっち。うわ、ほんまや。ちょっと待って、これ行くん？見せましょうか。
ちょっとマリーちゃん行ってもらっていいですか、はい、ちょっと見てくださいね、清めていきますか、はいはい、うわぁ買って知ってるけど、マリーちゃん靴しっかりしてるもんなマリーちゃんその靴ええわやっぱり、うわすっげえ、うわすごいなー、いただきます、うわこれしんどいなほんまに、うわ修行やからな、うわこれもう明日筋肉痛確定やね、確定です、明日のゴルフ俺大叩き確定やな、いやちょっと待って、うわーうわ怖っ、でもこれしか道ないんすもんね、これしかない、ほんまにないもんね、ね、うわすげえな、うわすごいわこれいやーきついこれ、いやこれ見てくれてる人、今回遠藤何の YouTube してんねんと思ってるよこれ、いやーきついぜ、なんか若い子がウィス、こんにちは、どうもう行ってきた、あもうめっちゃ綺麗ですマジで、何が、あー何が入れたらわかります、え、いやもう全部感想聞いてここで終わりにしようかなと思って一番上まで行ってもらうの、こっからこっからとどれぐらいある、すぐですよ、え意外とすぐです、ほんま、はい、ほんまにあと3分の1あるかないか、嘘やろほんま嘘なのかこれ頑張ってください、ありがとう、すいません、これでマリちゃんどれぐらいですか、3分の1です、また3分の1、はい、ちょっと待って、僕のこの YouTube チャンネルってホコリコエンドウの変な形っていう、まあ、タイトルでやってるんですけど、もうほんまに変な形やな今回、そうですねずっと基本的にゴルフゴルフで癖あり癖あり、まあ、たまに他のってやるんですけど、急にこんな感じのやつが飛び込んできたから、はい、見てる人な一体今回 何をやってんやろうとYouTube で一番力をかけた動画です、うん、いやそうかもしれないこれはあの体力的には一番ちょっと力をかけてます本当に、考えさせられますよ本当に、50歳の節目で鳥取県でたまたまこの三朝町の観光大使今日まさに任命していただいて、じゃあどっかないですかって言ったらここがありますって言って、水戸山がありますって言って来て、まさにこの修行の場所やもんね、そうですね、ここはね、はい、1300年の歴史があって、はい、ただ俺のチャンネル見てくれてる人興味あるかなこれまあそれこそ変な形じゃないですか、そうね、一番上からドライバーでどれぐらい打てるかとかただみんな見てくれると思うんだけどな怒られるしね、そんなことしたらね行きますか、行きましょ う、まだ半分来てないんですよ、まだです、あの降りてくる人と会話しててももうすぐっていう人もおれば、いやまだまだっていう人もおるしバラバラやねん、なんか見えてきたよ、見えてきた、あこれ投げ入れろ、違います、え違うの、これはモンジュードって言います、何モンジュード、半分ぐらいですかね、まだ半分のこれで、どうですか今清めされてます、どう思う、もうちょっと必要だと思います、文句ばっかり言ってんもんな、金の音とかしてんねんけど、鎖坂です、鎖を掴んで、うん、あの上のお寺まで上がりたいと思います、なるほど、じゃあ見てくださいどうするのか、はい、お願いします、うわすごいね、大丈夫そうですか、いやすごいね、なんかかっこいいわ見てて本当にありがとうございます、じゃあ行くか、よいしょ、うわきつい、うわ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 、結構あるな、
文字族来ました。うまいな。ちょっと上行きましょうか。お、いやこれめちゃめちゃ怖いけどめちゃめちゃ絶景だねこれね、うん、見てくださいこれやばいねこれ。怖くないこれ。インスタ映えしますから。インスタ映えしますからって本当に。え、これ落ちたら終わりやで。これもうもうこれ落ちたら終わりよこれ。怖ー、うわー怖い怖い怖い。なんか人の見てる方が怖いよ俺。うわ怖いよ。そんなやかんやめときって。すごい紅葉して綺麗ですね。ほんまやね。三朝町だな。これ三朝町ですね。かなあっちまで見たら天気のいい日ですけど、うん、海が見えたりします。あー日本海ね、はい、いやーすげえ。ここゴールでよくない。もうちょっと行きましょう。まだあるの。はい、頑張ってください。1300年の歴史やもんね。ずっと1300年前からまあ業者さんとか資源で来てる人が休憩して、うん、そうやね。で投げ入れ堂まで。うーん、そっか、ゴールは投げ入れ堂やもんね、はい、この建物もじゃあ1300年ぐらい前からあるのかな。これは16世紀ぐらいですね。16世紀。はい、400、500年前からこれあるところに俺らそうやったら大丈夫なのかな。これ ガシャーとかなれへんのかな。大丈夫ですね。大丈夫、落ちないようにあの疲れてるので多分大丈夫だと思います。うわ怖ー。そんなやばい、やめときなさいって。そんなほんまに。まだ中腹やけどこれすごい景色いいね、うん、もしこのチャンネル見てくださって興味出た方はほんまに一回来てもらいたいですね。ここねめちゃくちゃ気持ちいいです、うん、だいぶ下から上がってきましたもんね。あれ本堂見えるかな。これでも冬はできないでしょ。冬は雪が降るんですよ、うん、ここの地域は、うんね、積もるでしょうね。まあ、積もると上がれないので閉まっています。危ないもんね。お正月になると、まあ、あそこのちょっと上にある鐘を鳴らせるのに数人だけになるんですけど上がって、雪があってもなくても僕らがこう登ってきてる途中に途中で鐘の音がドーンなってたけど、はい、それがどこまでお正月に登ってくる人いてんの、はいはい、ご住職さんとか。ああそうか。いやすげえな。それ一回やりました。やった。お正月に、お正月に、はい、鐘をついて。うわ、その時はちょっと雪が少なかったので良かったんですけど結構大変でしたね。いやだって滑るしね。滑りますね。あともうこの気温がもう半端なく多分ね。そう寒くて命がけですね。本当にそうやね。本当の修行やね。そうそうそう。よし、じゃあ最後の投げ入れ堂、はい、目指して目指していきますか。じゃあいきましょう、はい、すげえ怖っ。おー、怖っ。すごいね、ここ。あの、崖が見えます、うん、石の、うん。その辺にあります。え、どこどこ、あの崖、うん、はい、あの崖の中ですね。あの崖に行くの、今から。今からそこに行きます。エスカレーターとかないんかな、ここ。ロープウェイとか。あ、ございません。ないよね。修行やもんね。はい。頑張ります。頑張りましょう。よろしくお願いします。最終目的地行きます。行きましょう。行きましょうか。お、あ、光が差してきたぞ。お、あ、五光が。神様が出てきました。五光差してきた。お、五光が差してきたよ。神様のこの石、このこめかみにグンってやったらものすごい効くわ。この今俺眼精疲労で目が疲れてたからすごい効きます。ああ気持ちいい。ああこっちも。ああ気持ちいい。あー、すっきりする。そういうものじゃないけどね。ここ、左めちゃめちゃ危ないので、まあ、気をつけてください。はい、こうふざけられないですよ。左落ちたら、もう本当に一巻の終わりです。終わりです。あ、ちょっとごめんね。またちょっと いい感じのとこ見っけたから。あー、気持ちいい。あー、すげーパワー入ってる。うわー。なんか入ってくるんですか。あー、すげー気持ちいい、ほんと。よし。うわー、さあ。いや。お正月に金鳴らしに行くってこんなこと。そこまで来ます、ここまで来んの。すごいすごいね。でも投げる堂が近いので、うん、
神様に入りまして、うん、お知らせするためにこの鐘が設置してある。これって僕らもあついてもいいんだ。はい、します。ちょっとやらせてもらおうよ。うわーすげえ。わあ、じゃあちょっと行かせてもらいますね。もう神様今から入りますよということで、じゃあ行きたいと思います。行きます。よっ。気持ちいいね。いい響きです。ああ、なんか来てよかったなって思うね、これね。さっき下から飛行したんこれやったんや。みんな登ってる最中にゴーンってやってっていう音を飛行したんや。そうです。なるほど。行きますか。はい。いやー、まるで来たわ、旅。ヒットしてきますか。ヒットしてきた。これでも世界遺産になってないでしょ。なってないです。ほんまにこれ世界遺産にしたいよね。ちょっとこれ何これ。これガキの中に入ってますけど、まあ雪とか雨が降っても、あまり痛まないように。これいつからあるんですか。江戸時代ぐらいだったと思うんですけど、はい。すごいな。よく持てますね。いや、っていうかさ、こんなさ、山上がってきて、険しい山、こんなところに、すごいよね。大自然の中で。木もすごくない？これ。うん、これ樹齢何年よ、これ。こっち通って、投げ入れ戸まで行く道がありますね。もうすぐ近く。もうすぐ近くです。あ、ちょっと。うわ、これすごいすごい。真っ暗。真っ暗。うわ、ちょっとこれすごいね。うわー。すごいね。何ここ、すごくすっごいな。ほんまやね。で、見てください、ここ。来た来た来た、投げ入れ堂って書いてる。これゴール地点。ゴールです。うわ、投げ入れ堂やって。もうここの崖の裏にありますので。向こうのスクーラー早速行きましょう。早速行く。うわー、出てきた。うわうわ、これちょっと何よこれ。うわ、ちょっと鳥肌立ってきた。すごいね。投げ入れ堂です。これが投げ入れ堂。はい。うわ、写真では見たことあるけど、生で見たら迫力すごいな。どうやって建てられたと思いますか。どういうことどうやって建てられた。投げ入れ堂ですよね。うん、投げ入れられました。投げ入れられたってこと。縁の行者っていう修験道を作った人、簡単に言うと、手のひらに立てて、ここの崖の間に投げ入れたんです。怖いやん。そんなんしたら怖いやん。大丈夫です、優しい人です。優しい人な、はい。1300年前に建てられたんですけど、今でもよくどう建てられたのかは分からなくて。そうやね、これちょっと不思議やもんね。まあそこに入れたことで雪とか雨とかに傷まないんです。なるほどね、はい、この辺の土地を全て守りますよみたいなね、はい、守り神的なものもあるのかもしれないんですけど。すごいなこれ。俺の YouTube じゃもったいないから、昼なんですね、この部位送ろうかな俺。ぜひ。いいと思います。俺でも、いや、俺もう昼なんですやってないね俺な、今な。俺バイキングやってるから今な。どうですか、生で見て。いや、すごい。ほんまにすごい。もうちょっと近く来ますか。投げ入れ堂って、これ、剣運っていうんですかね、これ。剣運3年でいいんかな。剣運3年。そうですね。706年。ほんま1300年前。重要文化財国宝って書いてますけど、できれば本当に世界遺産になってほしいもんですよね、これね。ほんまね。世界遺産になって、なんか世界中の人がね、バンバンこれちょっと見に来てもらいたいですよね。これすごいわ。いや、あれだけの苦労して登ってきた甲斐があります。これはほんまに。なんで、俺の YouTube で、こんな感じのことしてんねやろ。すごいね、でもね。いや、マリーちゃん、本当ありがとうございました。ありがとうございました。今回もアテンドしていただいて、本当にね。で、こうカメラ撮ってくれてんのも、このね、フランスのね、アントニー君、本当にありがとうございました。ありがとうございます。
この三朝町の僕がまあ一応観光大使になりましたので、少しでも多くの方にこの投げ入れ堂含む、まあ、温泉もありますし、まあ、いろんな本当に食べ物も美味しかったりするんで、もしよかったら鳥取県三朝町に遊びに来てください。本当にありがとうございました。これちょっと YouTube じゃもったいない、どっかのテレビ局うちでこれ使いたい、このスタジオってなったら概要欄の方にいろいろ貼ってますんで、ぜひ連絡ください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、本当すごい。降りるのも大変やね。大変です。降りるのも大変、うん、まだまだあるよ。チャンネル登録よろしくお願いします。